ありがとう。なんかね、なかなか私そのお誕生日と被らなくて、そうお誕生日前後とか被らないじゃないですか。そうだから、しかも今回追加分で期間も短いっていうのもあったのに、まさかの完売という、しかもコスプレしないんですよ。コスプレしないのに。いや割となんかこう、この間の青剤だったりとかコスプレとかねやると結構早くこう完売させていただける傾向があったんですけど、今回私服なのにもかかわらず、まあね、私服ももちろんめっちゃ気合入ってるんですけど、そうなんかどうしてもコスプレ補正ってあるじゃないですか。そう正直あるんですよ。でもなんかそんな中で、そうびっくりした。あ、本当にそのお話が楽しいんだって思ってもらえてるんだって思って、まあコスプレはまたやりますけどね、うん、別でまた。いや暑すぎますね。今日の野球の試合くらい暑いです皆さん。あら待って、タワー来たんですけど、ちょっとスクショします。ちょっと待って、はい、あなた、そこのあなた、これは何タワーですか。ええ、もうナナミンしか見えないタワーですか。ありがとうタワーありがとう。2部0枚のアワビ、あ、買えなかったの、珍しい珍しい。そういつも何十枚も買ってく方なんですけどまさかの0枚。でもね、嬉しい悲鳴ですねこれは。はい、そんな、待って、買えなかったからタワーとかあるありがとう本当に。そういつもなんかその、ね、3期生で3期生がある部の時は来ないんですけど、うん、2部ね、買えなかったんだね、残念だうん、いやでもね嬉しいよね、こんな日が来るなんてね、本当に買えないみたいな方が、買えないっていう方がいらっしゃる日が来る、ないよねそんなの、うん、でもありがとう本当に、うん、そうだから、あ、そうだそうだ、これ755では言ったんですけど、あの6月のオフライン、なんか私今まで2種類私服着ますって言ったじゃないですか。そうでも3種類にします、今回まさかの。そうちょっとこんなに完売、早く完売させていただけると思ってもなかったし、てかまず全完売が本当に予想だにしてなかったことなので、あのちょうど7部だと1、2部の間でまた休憩あって、3、4、5部終わったらまた休憩があるんですよ、ちょっと長い休憩だから、ちょうどそこで着替えて、そう3着私服用意しようって思いますので、はい、どこがどの私服かはちょっと内緒なんですけど、1、2部で1つ着て、はい、3、4、5で1つ着て、あ、だるまありがとう、6、7で1つ着ます。あ、大丈夫、全然休めるよ、休める全然ね、全然だよ、全部私服です。コスプレは6月はやんないです。そう、全部私服ですね。だるまありがとう、うん、初めてありがとう、また新しい、そう、もう皆さんのねグッズとかも嬉しいんですよいつも、うん、もう買ったのもある、でもあと一つはまだ買ってない、そう他のレーンから覗かせてね、いいよ、うん、いや、ご飯食べる余裕あるかし、あ、全然あるよ、大丈夫、4、5分しか買えなかった、あ、同じ服だ、あ、そうだ、ごめんね、
4、5、一緒、全部取れた、ありがとう。そう、私服もすごいね。あ、そうなの、ちょっと今回の私服がね、あの一つはあざと系で、一つはあざと系の私服で、もう一つは今予定なんだけど、ちょっと大人っぽいというか、そんな感じの私服にしようかなって思ってて、もう一つがね、先輩からいただいたお洋服を着ようと思ってて、はい、どの私服がどこの部に来るかはちょっと内緒なんですけど、うん、こんな感じの、あの私服にしようかなって思ってます。であざと系はね、もう買ってあって、そう、この間東京の、あの行った時に、お仕事でね、その時に買ったんですよ。めっちゃ可愛いよ、あざといよあざといよ、うん、そうだから楽しみにしててください、楽しみに内緒です。まだ3種類とも見れるかな。あ、そう、東京で買ったやつ、あざとなら見れます気になる？来てね、何部かは分かんないけど、うん、話すの緊張する、緊張する、全然いいよ、あざと警察来るかなあ、花束ありがとう。じゃあ実習するわ、うん、ななみお洋服3期生にあげたりして、いやそれさ、ななみんマーケットさ開きたいけど、ちょっとね、私恥ずかしくてさ、うん、解禁書すごいよ、いつもありがとう。今回も6月も取れた、無事6月第2部ありがとう、待ってるね、あざとななみんになるといいね、私もあざといい時来てほしい、ギフトありがとう。オンラインも楽しみだね。オンラインね、もう着たい服いっぱいあるんだけどさどうしようって思ってて、うん、そう、それでちょっとお話は変わるんですけど、今日のお話をさせていただいてもいいですか。今日とかさっきなんですけど、今日エコスタに行ってきて、実はそういうのも、あの DeNA 対巨人の野球の、そう、試合を見に行ってきて、初めて行ってきました。そう、初めてだったの、うん、超楽しかった、超楽しかった。そう、あの行く機会をいただけて、あの父と行ってきましたうん、なんかそう、カホもいたからさ、一緒に会ったんだけど、なんかね、そう、カホと行ったのかなって結構ファンの皆さんにそう言われたんだけど、あのカホとは別で、そう、父と行きました、うん、そう、カホに会ったよ、うん、初めて。そうなんです、すごい、やっぱさ、いろんな方がいるんだね。高木選手もいた、エチゴンもいた。私多分、そう、あの今回、なんか私初めてだったから、そう、わかんないんだけど、本当に何もわからないんだけど、すっごいいいとこで見れたみたいで、そう、あのなんだっけ、なんか裏みたいな、本当に後ろ、真後ろみたいな、そう、バックネット裏、そうで見れたらしくて、そう、本当にね、あの、うん、めっちゃいいとこだねって言われて、そう、本当にありがたいですね、うん、私ルールはね、あん、そんな詳しくは分からない、うん、そう、
ごいいい席だった。本当何もかも初めてだったから、どっから入ればいいのかも分からなかったし。そう。でもすっごい楽しかった。そう、あんま詳しく分かんなくてもすごい楽しめた。だから私はどっちを応援してるとかも全然なかった。今日はそう箱推しで行きました。でも初めてでこうルールとか全然詳しくなくてもめっちゃ楽しめるんですね野球って、あ、最低限のルールは分かりますよもちろん。そう、分かる。選手の、そう、私結構、まあ、結構近くで見れたから思ったんですけど、そう、選手の方めちゃくちゃ背高い、背高いっていうか体がすっごい大きいんですね。そう、歓声もすごかった。やっぱりホームランが出た時のあの歓声、そう、すごかった、ホームラン何回も見れた。私こんな見れていいのかなと思って、そう、そう、中にはさ、こうテレビで見てる方とか、そう、あと WBC で見た方とかもいらっしゃって、わ、テレビの人やんと思って。すごいね、貴重な経験でした、やっぱサッカーもそうだけど、すごいスポーツって楽しいって、思った。球速すぎ、あれどうしたの、あれすごいね、シュッてもうメンみたいな、あ、もうピョンみたいな、へーって速ー、なんでこれ打ってるのって思って、なんでこんな投げられるの、なんであんな高く上がるのみたいな、もう何もかもが初めてで、あ、メール来た、野球のこと書いたわ。そう、もう目に映る全てが新鮮ですごかった。いや、私そうラーメン部で一回バッティングセンター行ったじゃないですか。そうそう、その時でさえこんな速い球打てないと思ったんだけど、そう、すごかった。え、速っ、球速っ、バットめっちゃ振る、球飛びすぎって、え、てか普通にあの、そう、普通に球が逆すぎに飛んでくるんですね。え、でこうグローブでパシーンって取ってる方とかいらっしゃって、これ私の頭の上にだけ落ちてこないでくれってずっと願ってました。そう、え、もうびっくり、そう、え、新鮮でしょ。いや、初めてってこうなるよ。そう、どうしよう、私今日グローブ持ってきてない、え、無理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 、頭の前に飛んできたら私どうしよう、タンコブできちゃう、タンコブできちゃうと思いながらずっと願ってて、あ、でもキャップは持ってたから、よし、なんとかこれで取ろうって思って、そう、怖かった。でもさ、もし自分の頭の上に落ちてきたらすっごい運だなと思って、宝くじ買うくらいの、そう、運だなと思って。いや、なんかいつもね、あの、まあ、ビッグサンでサッカー見てるじゃないですか、私。で、ビッグサンの向かい、もうほんと真向かいにエコスターあるんですけど、なんかこんな、え、こんな近くで、あ、こんな野球、素晴らしい野球、素晴らしいサッカー、もうこんな、なんか近くなのにすごい、まあ、全然違うスポーツ見れるんだと思って感動しちゃいました、そう。でももしさ、自分の頭の上に
ボールが飛んできてさ、もしキャッチできたとするじゃん。そしたらそれってさ、もういただけるんですか、それって。あ、ギフトありがとう。ボールどうなるんですか、またこうって返すのかな。そんなこともないよね。あ、もらえるんだ。そっか。なんかさ、私がもらっていいのかな。多分私だったらこう、いや今日そういうのも、私の近くになんかすごいちっちゃい子がいて、野球ファンみたいな、そうユニフォーム、ブカブカのユニフォームを着てね、すごいこう何々選手って叫んでたちっちゃい子がいたの。だからすっごい可愛いかと思う。あ、この子は将来もしかしたら野球選手になるのかなとか、そう思っちゃって、同時に、あ、自分が取ったらこれ絶対あげちゃうわと思って、これいるかいって、そう思っちゃったけど、そう、え、みんなもあげるよね。あ、子供にあげる子多いんだ。あ、子じゃない、子供にあげる方多い。そうだよね、あげたくなるよね。あの、私実際に試合見てみて、そう分かった、あげたくなるわって、なんかこつけたくなるよね。いるかいって、君もいい野球少年になってくれよって、あげちゃうよね。あげたことある？優しい。やっぱそうだよね、あげたいよねちょっと言い方がこう変になっちゃったんですけど、でも気持ちわかるなと思った、ね、まあでも私のサインボールは受け取ったら大事に持ち帰ってくださいね私そういえばボールとか、あー、時山子の時やってたわ、そうそう、なんだけどまたちょっとボール、サインボール投げたいな、ね、喜んでくれるもんね。わかるわかる、ありがとうって。山子のボール大事に保管して、よし、ありがとうよしね、今度ね、早くまたやりたいね。あれすごい楽しい、あれ投げるの下手だけど、私また機会があったらねやりたいですね。え、嬉しい、サインボール。じゃあまた作る。ななみの撮りたいって、撮って撮って投げるわ、いやだからさ、すごかったな。そう、あとあのあれも初めて見れた、なんかビールを売る女の子みたいな、売り子さん、そうもさ初めて見れたし、すごい、でも大変そうだった、え、めっちゃ可愛かった売り子さんめっちゃ可愛かった、そう、ビールね、私も飲みたかったんだけどね、ちょっとやめた、なんかそう、ちょっと試合に集中したいって思って、初めてだし。そう、でも分かる、すごい飲みたくなる気持ち、すごい分かった。なんか周りの人みんな飲んでて、ビール、そう、いやめっちゃ大変だよね、だって結構重いさビール担いでさ、
そう、しかもああいうとこで飲むビールってめっちゃ美味しいんだろうなと思った。ね、やりたいね。売り子似合う？本当？嬉しい。そう、でも私はね飲まなかったです。自分でお茶買って飲んでました。そう、今日はねエコスタ2万人くらいかな、いたのかな、すごかった。売り子さんから STU のメンバーになった方とか、え、そうなんだ、売り子やってた。で、あ、じゃ、めっちゃ話題になっただろうな、かわいい売り子さんがいるって。すごいよかった。私が売り子さんだったらみんな買ってくれるかな。ガブ飲みしてくれるかな。ねえ、エコスターはね初めてでしたね私。名前は出せないけど最近丸塚さん、大塚さんって子が美人で気になった。あれ？じゃあ私ですか、もしかして。倒れる丸飲むって、それはダメだ、ループしますよって。飲み尽くす。すぐ飲んでお代わりします。そう、私はエコスタ初でした。からね、今日は本当に新鮮で楽しかった。そうで、それで今日の野球エコースタ行く前とあとどっちもコンビニに寄ったんですよ。そう、あるものを探しに。そう、今日お昼くらい、夕方くらいにさ、味噌菌食べたいってツイートしたの分かりますか？味噌菌っていうのはヒカキンさんがプロデュースするカップラーメンのことなんです、カップ麺のことなんですけど、私あれ本当に食べたくて、だって私ラーメン部ですよ。そう、ラーメン部買ったの、みんな、ちょっと待って、え、なんでないの私だけ。それで、まあ、ヒカキンさん新潟出身だしさ、もう新潟の大スターじゃないですか、いっぱいあった、ちょっと待って、え。で、それ食べたすぎて私コンビニ3軒くらい今日はしごして行ったんですけど、本当になくて、でそのもう売り切れっていう、売り切れのこの棚の前でガクってなりながらコンビニを後にしたんですけど、え、どなたか届けてください。無理か。めっちゃ欲しい。え、みんな、運いいね、残ってたんだ。そう、それで味噌菌、味噌の味噌ラーメンだから味噌菌なんですよ。そう、マリナさんもさツイートしてたよね。そう、高速道路のサービスエリア、なかった。一言が届けるとかツイートした。ください、ください、嘘、サンタ、越後サンタ現る。本当にお願いします、食べたすぎて。じゃあみんな見たんだ、味噌菌すごいな。
そう、だから私も買って早く食べたいです。買えなかった？じゃあ買えたらあげるね。でも結構食べてた人もいるよね。これからコンビニ行き、あーでももう遅いからな。明日また行ってみる。そう、あそうね、なんかご飯の方もあるよね、麺じゃなくて。そう、全国だと思うよおそらく。わかる、三宝亭のさ、そうカリー担々麺みたいな絶対美味しいやつ、ファミマにね、あれも絶対買いたい。やばいやばい、チェックしたいカップラーメンが、カップ麺が多すぎる。そうファミマは行かなかったんだよね私、今日どっちもセブンだったな。そうだから今狙っているカップ麺が2つもあるから。そう食べるしかない。てかさ今日あれだね、あの劇場今日パーティー公演あったんですけど、今日でもうコール、もう今日解禁でしたよね。え、行った方いますか？パリピだった方どうでした？あ、で日曜日の公演当たりました？あ、夜当たった？やった！あ、昼夜当たった？やったやった！え、どうだった？コール、コールしてきたパリピの方いらっしゃいますか？あ、結構いないね。いないね、えらいね。昼行く、夜当たった、夜行く、喉痛い、久しぶりのコール、でもよかった、最高でした。 DMM で見てて鳥肌立った。え、本当にすごかった、聞こえた DMM でも。見るわ後で私も。お、14日、めっちゃ楽しみ。ちょっと本当にたくさんたくさん盛り上げてください。ナナミンコールお願いします。ナナミンでお願いします。楽しみ。14日、いよいよ。え、もうさ劇場でコール聞けるの何年ぶりだろう。3年ぶりくらいだよね。え、もう泣くんだけど、やばい、私泣いちゃうかも本当に、嬉しすぎて。ななみんって言ってねみんな。めっちゃ楽しみ、緊張する。そうだよ、だって夢知らん時くらいか。うわー嬉しいな本当に。泣かせないでみんな、あ泣かせて。でも楽しみにしてる。そうだね、パーティーとか夢しない以来だよね。はあ、やっと戻ってきた、あとは握手会だね。劇場でのコールが戻ってきたから、あとは握手会、握手会できるのももうすぐかな、今年はできるかな。楽しみだね本当に、戻ってきたね、よかった。そっか、昇格してから初めてか、あー感動する。ななみちゃんの握手はやばいと聞いてます。ちょっと待って、いい意味だよね。いい意味だよね。握手会未経験で、そうだよ、まだ握手したことない方いっぱいいらっしゃるから、もう全員の手をにぎにぎするから絶対。
ね、わかる。劇場だとコール特によく聞こえそうだよね。てか聞こえるよ、うん、嬉しいね本当に。握手会復活したらもう絶対来てください。握手したら倒れるかもしれない。大丈夫、あの私が支える。握手一度もね。そうだよね。いやいや全然、もうこちらこそいいんですかって感じだよ。おこがましくないよ。なになに、いいいい匂い、もしかして。抽選外れた記憶しかない。あー抽選とかあったね。嬉しいね本当に。すっごい握力で握るね。嬉しすぎて骨折っちゃうかも。そう、てか待って、私末端冷え性だからさ、みんな温めてね。私絶対手冷たいから。うん、楽しみ。特典とかあったね、楽しかったね。わかる。いや楽しみ、うん。追ってほしいですって思いたけど、面白いな、うん。楽しみ。あ、じゃあそろそろ11時半になったので今日は短いんですけどこの辺で終わります。ありがとうございました。握手、両手恋人つなぎ、これでもこれでもどっちもする。キュンとして蹴らないから。みんなもう面白い相変わらず。ありがとう、配信ありがとう、こちらこそたくさんコメントありがとう。また配信します、ありがとう。明日はお仕事なので頑張ります。今日は野球も配信も楽しかったから頑張れそう。明日おやすみみんな、おやすみ、またね、ゆっくり休んでね、またね。